皆さんこんばんは、上水幸でございます。サイコパスのラジオ、ぜひ最後までお付き合いください。今日は集まればいいと思うよというお話をしたいと思います。2000年代、まあ、もしくは2010年代か忘れましたけども、ノマドワークみたいな言葉がね、流行った時期があったんですよね。まあ、オフィスじゃないところでね、こう遊牧民のようにね、どこでも働けるよねみたいな感じで、そういう言葉は流行ったんだけども、そういうのやってる人ってのはごく一部のですね方だけでした。あんまりね、社会的にそういうノマドワークみたいな言葉として普及したわけではなくて、結局、まあコロナをきっかけに、まあ、その前後からですね、まあ、リモートワークと言ってみたり、まあ、テレワークと言ってみたりっていう感じで、まあ、最近はテレワークっていう言い方の方が主流なのかな、まあ、テレワークが普及したのかなというふうに思ってます。で、自分が働いている会社、まあ、自分が社長の会社というか、もう一つのもともと働いている会社の方もですね、コロナをきっかけにっていう感じでしたかね。その前から微妙にね、社内の会議とかを一部リモート化するみたいなのはやったりしてたんですけども、やっぱり仕事の大半は対面で行うっていう感じでした。特にね、対企業さんのお仕事とかが多かったんですけども、なんというか、こっちはねズームでいいやって思ってても、まあ、先方がねビデオ通話っていうのはそれは違うだろうということで、まあ、そういうトーンがねありましたんで、なかなかこうじゃあズームのリンク送るねっていうわけにはいかないという感じで訪問してましたね。なので結局コロナをきっかけに、その物理的に行けなくなって、まあ、ズームでもいいよねっていう空気になってきて、ズームでやってみたら意外といけるよねとなり、もう今ではですね、ほぼその会議というか、とか商談とかはリモートでやることがほとんどですね。で、自社内の会議に関しては、まあその確認レベルのことは Zoom でやっていて、結構そのクリエイティブなというか、何か生み出す系のやつとか、ちょっと複雑な話をするときには対面で会議をするっていう感じで使い分けていますかね。で、実際ですね、まあ、僕の会社がっていうのはさておき、その世の中的にはね、このコロナがだいぶ落ち着いて、出社するように、またリモートやめてね、出社するようになった企業も多いというふうに聞いてます。で、それがね、いろいろあると思うけども、大きく3つの側面から考えたときに、出社するって結構ね、まあ、合理的なんじゃないかなと思ったりもするんですよね。で、3つの壁っていうのが、1つ目は言語への依存、2つ目が組織運営、3つ目がモチベーションというふうに思っていて、まず1つ目のその言語に依存するみたいなところっていうのは、チャットでやり取りするとか、まあ、もしくはビデオ通話でさえもそうなんですけども、言語情報以外っていうのは受け取りづらいんですよね。行間を読むみたいなことが結構難しいですよね。文章としてちゃんと書かれてて、あえて行間を読ませるみたいな文章を書いてたら、その国語的なね、行間を読めるように書いてある文章だったら、その行間読めるんだけども、単純に言葉足らずみたいなやつっていうのはどうとでも取れてしまって、ミスにつながるので、まあ、いちいち確認しないといけない。それって何を指してるっていうことを確認しないといけないみたいなね、ことが起こっちゃって、まあ、これどうなってるみたいなことをチャットで言われても、これって何、どうなってるって、どうしてほしいの、どういう状態を良しとしてこれ質問してるみたいな懸念、それとも単純な確認なんですかっていう感じになっちゃいますよね。なので、これどうなってるっていうのは対面で聞かれる分には、あ、今この人ちょっとなんだろう、自分の進捗が遅れてるんじゃないかと心配して、これどうなってるって聞かれてるなっていうのが、表情とかタイミングとかいろんなものから読み取れると思うんですけど、チャットだったらこれどうなってるみたいなのが、ただの確認だったみたいな、こう誤解が起きやすかったりしますよね。なので、文字でちゃんと書こうよっていうね、
A 社のプロジェクトの企画書は、まあ、いつまでに完成できますか、まあ、8割段階でも構わないので15日には1回目通しておきたいですっていうふうにちゃんと文字でもう終えることを書かないと確認その対してそれってどれですかこれってどれですか何日までですかみたいなことをやり取りするのが、まあ、無駄ですよね。で無駄なコミュニケーションを無駄な文字をキーボードで打ってるみたいなことね、それ無駄以外の何物でもないので、まあ、言語への依存っていうのは言語が操れないとかえって非効率であるという意味では、まあ、出社してこれどうなってるって言った方がいい場合が往々にしてあるよねと、みんながみんな言語を扱えるわけではないよねと。そして、まあ、僕の肌感覚で言うとそうやって言葉で説明できる人っていうのが2割ぐらいしかいないんじゃないかなと思ってるんで、まあ、8割の人が混ざってる職場であれば、まあ、リモートは難しいだろうなと。難しいというかできなくはないけど、かえってその言葉数が増えるというかチャットが増えてしまって無駄なことをしている感じになっちゃうだろうなと思ってます。なんであれとかそれとかこれでね伝わるような感じの方がね効率がいい仕事であれば、もしかすると出社してね対面で話した方が、まあ、いろいろスムーズな可能性があるなと思ってます。で2つ目、まあ、組織運営ですね。なんというか言葉を操れるような人たちが集まっていたとしても、その会社自体が、まあ、業務自体をこう棚卸しできてなかったりとか、いわゆる組織図、本来の意味での組織図ですね。ただの図式化されてますよとかいう話じゃなくて、責任と権限みたいなものがちゃんと明文化されている、そしてそれがちゃんと明文化された通りに、運用されている組織ですよね。そういった組織図がある会社、そしてその業務、その箱の中にどういう業務があるかってことまでちゃんと棚卸しできている会社じゃないと、まあ、ボールが宙に浮きやすいっていうのはありますね。対面だとどうやらこの人はそのボールを持ってなさそうだっていうのがね空気で分かったりするんで、先回りして誰かがカバーするという感じで巻き取っちゃうみたいなことはできると思うんですけど、なかなかそのテレワークだと誰が何を見ようとしてるかみたいなこともかなりね、確認するようなことをしないと抜け漏れが出てきてしまうだろうなというふうに思いますね。まあ、最悪組織としてね多少ぐちゃぐちゃでもそのマネージャーというかマネジメントする人がねしっかり管理できていれば、まあ、その確認するタイミングを作っているとかね、上手にできていればですねなんとか機能するんでしょうけども、まあ、組織が弱いとマネージャーの負担がものすごいことになってしまって管理コストがすごいことになるよねっていう感じがしてますね。優秀なマネージャーがいないと機能しないみたいな。そしてそれは対面以上にマネジメントが難しいと思うので、組織の立て付けがしっかりしてないと結構リモートだと大変かなというふうに思います。そういうね組織化みたいなのはあまり得意じゃないとか自信がない人はですね、もしかしたら出社した方がいいかもしれないと思います。で、まあ、3つ目モチベーションの問題がありますね。これはなんというか僕なんかもそうなんですけども、テレワーク自体は最高と思いながらも家で働くって結構最低だなと思ってるんですよね。僕の場合ね家で仕事できないんですよ。なんかもう眠たくなっちゃうし気が散っちゃうし全然仕事できないって感じで、まあオフィスみたいに空間でねみんな仕事してるなみたいな強制力が働かないので、仕事のモチベーションみたいなものをね自分で管理しないといけないっていう問題があります。まあ、これはね苦手な人にとっては結構ハードル高いだろうなと思いますね。まあ、僕のね友達なんかは遺伝子検査で怠け者であるということがね判明してですね、まあ、一緒にプロジェクトやってるというか進捗管理というかね、そういう会議をやったりするんですけども、結構ね進捗が遅れてたりとかするんで、この自分で律してねタスクをこなすみたいなのが大変なんだろうなと思ったりはしますね。あとは別に自分でその自分を律するみたいなことが得意な人であったとしても、まあ家庭にね小さい子がいたりする方とかっていうのは、まあ、ちょっと病気をしてね保育園に行けなかったとかになって家にいるみたいになったらねもう仕事にならないみたいなことがよく聞きますんで、
まあ、家で仕事するみたいなのは結構大変だろうなと。あとはその本当コロナ以降そういう体制になった企業も多いと思うんで、テレワークする前提の間取りの家に住んでないみたいなねことってよくあるかなと思いますので、仕事する環境として物理的な空間として整ってないみたいなのも、まあ、あるのかなって。そういう中でね仕事するのはやっぱり生産性下がっちゃいますよねと、まあ、モチベーションも下がっちゃいますよねっていう感じで、個人のモチベーションの管理も難しい。まあ、そういった意味でもね、出社した方がやる気が出るんですって言ってる人も周りでよく聞いたりするんで、そういうモチベーションが難しい人は出社した方がいいかもねと。で、今言ったこの3つですよね、言葉への依存する、まあ、環境とか、まあ、組織運営の部分でしっかりと立て付けがされているとか運営がされているっていう組織じゃないと難しいよねとか、まあ、自分のモチベーション管理できないと難しいよねみたいな、この3つを考えたらどう考えてもこれ出社した方がハードル低いよねと思うんで、基本的にね集まればいいと僕は思います。なんか出社した方がいいんじゃないかなというふうに思います。みんながみんな、この3つができているとは到底思えないので、特に人数が増えてくると組織の、まあ、1人ぐらい言語を扱えない人がいたりとか、まあ、組織自体がまあ運営でうまく運営できていなかったりとか、自分でモチベーション管理できない人がいたりとかってことはあると思うんで、そういう意味ではねもう出社してしまった方が早いだろうなというふうに思いますね。か、まあ、テレワークしていい、業務とか人とかね、まあ、部門とかっていうのをかなり限定してもう原則出社とかでいいんじゃないかなって思ったりしますね。とか言いつつね、僕自身は、まあ、テレワーク最高だと思っていて、この3つをどうにか満たしてテレワークを死守したいと、出社したくないっていうふうに思ってますね。なんで、まあ、今2社で働いていて、自分が経営している会社、一人でやってる会社と、もう1個は、取締役としてナンバー2で働いてる会社があるんですけども、その後者のね、取締役をやってる方っていうのは、もう今現場から外れさせてもらって、なるべくその行かなくていいようにしていて、会議、ほぼ会議だけっていう状態にしてもらってます。で、その会議もオンラインでね済む分にはオンラインで済ませ、まあ、どうしてもね対面の方がはかどるなっていうものだけ対面で、まあ、会議するという感じで、かなりね出社する回数というか、まあ、人に会いに行くね、社内のメンバーに会いに行く回数っていうのは週に1回か2回、半日もないかな、まあ、分かんないけど、そう週 1,2 回、顔を合わせて話すか話さないかぐらいの感じで、基本的にはオンラインで仕事をしているって感じですね。で、自分の会社の方は、クライアントワークでね、一部対面でコンサルティングをするみたいなことがあるんで、そういったものはまあ行くんですけども、それ以外のものはほとんど全て、オンラインで済ませてます。で、それはですね、まさに今日の話になるんですけども、3つですね、言語への依存と組織運営とモチベーションみたいなところでいくと、まず言葉への依存はだいぶないんですよね。一人だとだって共有するメンバーがいないんで、いちいちその言葉にして伝えることがないと、無言で自分が自分に伝えればいいのでまずその言語への依存問題が一人であれば解決するし、組織運営も一人なんで組織じゃないんで、そもそも組織は存在しないという意味で解決するし、まあ、モチベーションの問題だけなんですけども、それも僕の場合は家じゃなくてカフェで働くとかねすれば、結構ねカフェだとはかどるタイプなので、まあ、カフェに行けば済むということで、この3つともの問題が解決するんで、1人だとね、まあ、集まらなくていい、集まるというかその出社しなくてもなんとかなるなというふうに思っていて、どうしてもねその集まったりしたくないな、まあ、テレワークがいいなと思ってる人は1人でできる仕事をやるみたいなのはいいんじゃないかなと思ったりしますね。やっぱ組織になるからこそいろんな住み分け、どこからどこまでが誰がやってとか、どの権限が誰にあってとか、業務をね、誰かに引き継ぐとかね、まあ、部分的にやってもらうとか、そんな感じであると結局コミュニケーションが増えてしまって、まあ、そのコミュニケーションのコストみたいなのを測るよねと。だからね、まあ自由気ままに働きたい人はね、なるべく一人でやればいいと思うし、まあ、もちろん全部が全部一人ではできないと思うんで、かなり気心の知れたというか、阿吽の関係の人たちと仕事をする
みたいなね、まあ、チームになってねプロジェクト単位で働くみたいな感じで、なるべくコミュニケーションのコストを下げてね働かないと、テレワークみたいなものは難しいのかなというふうに思う今日この頃ですね。なのでまあそんな難しいことにチャレンジする必要があるかっていうと、まあそうしたい人だけがすればよくて、そうじゃない別にそんなモチベーションはないっていう感じであれば全然集まればいいと思うよっていう感じですかね。本日は以上です。またお会いしましょう。さよなら。